今回は横浜の大人気カフェザビーチ横浜を紹介します。こちらは2018年5月にオープンしてからずっと人気の横浜では定番のカフェなので紹介させてください。こちらのザビーチ横浜はウェディング会場やフォトスタジオを併設した複合施設なのですが、その中にティーファニーというカフェが併設されていて、そこにはまるで海外のビーチリゾートのようなスポットが広がっています。本当にここはあの横浜なのかと驚かされます。横浜駅南西口とのギャップにビビりますね。ザビーチには白い砂浜に大きなパームツリー、ビーチベッドなどが用意され、中庭へ出るとまるで海外のおしゃれなプライベートビーチなような気分を味わえちゃいます。雰囲気良すぎ。この日は暖かい日だったのでビーチベッドに寝転んでいたんですけど、ポカポカな天気の中眠くなってきて、マジで4時間は寝たい気分になりました。マジで寝てやろうかなと思ったんですけど、迷惑になりそうだったので我慢しました。店内の雰囲気も可愛く、どこを切り取ってもワクワクする非日常空間、おしゃれブランコなんかもありましたね。横浜市民のおしゃれなカフェ好きにはたまらないカフェとなっております。続いてはティーファニーのメニューの紹介。フード系はクレープがメインで、ツナや卵、チーズやハムをトッピングした食事系クレープや、生クリームやフルーツ、アイスクリーム等がトッピングされたデザート系のクレープメニューが数種類あります。僕は今回はストロベリーチョコレートのクレープを注文、ドリンクはピンクグレープフルーツを注文しました。眺めのいいテラス席でいただき、優雅なひとときを過ごすことができて幸せでした。実はこのクレープの生地には女性が嬉しい食物繊維や鉄分を多く含む全粒粉が使用されているらしいです。だからといって嫌な味はせず、クレープ美味しすぎました。クリームも嫌な感じのクリームではなく重く感じませんでした。店内のおしゃれさ、フードの美味しさと健康面も丸、ドリンクも美味しいし雰囲気が最高という、まさに横浜一のカフェといっても過言ではありません。所在地は元町中華街駅から徒歩約15分と少し距離があるんですが、それでもたくさんのお客さんが来ていました。場所も少し離れているし、平日にもかかわらずこんなに人がいるんだと驚きましたね。さすがは人気カフェ。海に行きたいとか綺麗な空間にいたいって思う人にはうってつけの場所です。ここ定番なので行ったことある人多いとは思うんですけど、まだ行ったことないって人はぜひ行ってみてください。説明欄にお店のインスタやホームページのリンクを貼っておきますね。今度横浜のカフェランキングや他のグルメのランキングも作る予定なので、ぜひ楽しみにしててください。皆さんはどのカフェがお好きですか？僕もまだまだ知らないとこいっぱいあるので教えてほしいです。あと僕は今後もグルメ系の動画をアップしていくので、この動画を見ている横浜市内の企業さんやお店さんで何か取り上げてほしいことがありましたら、ぜひご連絡お待ちしております。これからも横浜の情報を簡潔に面白く伝えていくので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。